スポッケッドガーは、ガーガに分類される魚。アメリカ合衆国東部全長は、通常90センチメートルほどで、最大では112センチメートル、体重は4.44キログラムの記録がある。飼育下ではこれよりやや小さく60から70センチメートル以下のものが多い。不規則な暗色の反紋が入ることが、名前の由来。種商名アキアレイトスは、目上半のあるのい、 水草の繁茂する流れの緩やかな河川や湖、地上等の淡水域に生息する。植生は他のガーと同様に動物食で主に魚類を食べる。繁殖形態は卵性で春季に岸辺近くに繁茂する水草に卵を産む。幅広い水温に対応し、15摂氏30度の範囲であれば支障なく飼育が可能。そのため地域により、 日本での屋外飼育も可能であり、水面に氷の張る水温摂取5度以下の環境下でも生きていたという報告もあるが定かではない。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていたが、平成28年7月に環境省がガーカ単位で特定外来生物に指定し、平成30年4月をもって輸入、販売、飼育が禁じられる。ちなみに、 それまでペットとして飼育されていた個体は、申請の許可が下りれば、飼育持続は可能となる。目内では、小型種だが大型で体も硬いので、飼育に当たっては90センチ以上の水槽が必要になる。飼育下では人工飼料にも得ずく。鋭い歯を持つため扱いには注意が必要。空気呼吸をするため、水面が完全に塞がってしまうと、窒息してしまう。 ありがとうございます。